赤ハジロは、長江かモ木カモカハジロ族に分類される鳥類。インド、タイ王国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール、バングラデシュ、ベトナム、ミャンマー、ロシア東部中華人民共和国北東部やロシア東部で繁殖し、冬季になると中華人民共和国南部や東南アジアへ南下し越冬する。日本には冬季に越冬のためまれに飛来する。 全長 46cm。翌長オス21から 23.3cm。メス18.6から 20.3cm。体重680から 880g。頸部はやや長い。くちばしの色彩は青灰色やあ青,青色。甲子は灰色。オスの成長は光彩は白や炭鉱色。繁殖期のオスは頭部が緑色の光沢がある黒。 頸部は黒い。背は褐色や黒褐色。胸部の歯衣は赤褐色。腹部やお化け部の仮面を覆う羽毛は白い。右腹の色彩は黒褐色で、風切り歯の色彩は白い。批判食器のオスは全身の歯衣が褐色や黒褐色。メスは目先に単色斑が入る。交際は褐色。植物の根などを食べるが、動物質も食べると考えられている。 潜水して、再食を行う。繁殖様式は乱生。周囲が明けていて、ヨシ類や水生植物が繁茂した河川や池の水辺に巣を作る。6から9個の卵を産む。放卵期間は27日。繁殖地である、中華人民共和国での水田開発による湿地の破壊、食用として繁殖地である、 中華人民共和国での卵の大規模な採集、越当地での毒餌などを用いた狩猟などにより、生息数は激減していると考えられている。繁殖地での観光やレジャーによる拡乱による影響も懸念されている。1994年における生息数は1万羽以下と推定されている。2008年の報告では、生息数は1000羽未満と推定されている。 ありがとうございます。